で。伸びてもっちゃう。
がカラッとしていて過ごしやすい陽気となっています。四国地方は広い範囲で曇りとなっていて、徳島県と高知県では雨の降るところもある見込みです。では今日は高知県のニュースをお伝えします。高知県内の一部の川では一足早く今日から鮎漁が解禁され、解禁を待ち歩いた人たちが朝早くから鮎釣りを楽しみました。今日県内で鮎漁が解禁されたのは、よいしょ。
すげえ。OK。うわ。よいしょ、よいしょ、あ、もうで、よし、おい、あ、よし、あれ、できた、よし。あれ。よいしょ。あ、出てた。よいしょっと、
あー、ふて。いや、めっちゃいいや。見るや。待て待て待て。わったふて。やべ、3時半。よっしゃ、帰宅だ帰宅。よっしゃ、まったふて。よいしょ。あ、ちょっと。うわ、はにてんの。満タン。オッケー。